朝ごはん食べてる？食べてる。でしょう。当たり前。当たり前だしな。食べてます。食べてます。食べてる。だって学校に行くとき体力なくしたり。朝ごはん食べれないときだったらなんかちょっとイライラするっていうか。朝ごはん食べると勉強が頭によく入るからです。朝ごはんを食べる、そんなの当たり前ですよね。ところが今の時代そうとも限らないようです。なぜなら朝ごはん条例という全国でも珍しい条例を定めた町があるんです。町中至る所に飾られた鶴のオブジェ。ここは青森県の津軽平野のほぼ中央に位置する鶴田町。人口1万5000人ほどの小さな町です。この町に朝ごはん条例というちょっと変わった条例があります。ご飯を食べることによって切れる子どもも少なくなるでしょ。学習力が16ポイント上がるということは日本の教育新聞にも出ていますし、朝はきちっとねご飯を食べるようにその運動を起こさなきゃならないなと、そう思って条例を制定するところまで行ったんですよね。このユニークな条例が誕生したきっかけは平成12年に厚生労働省が公表した市区町村別の平均寿命のデータからでした。それによると鶴田町民の平均寿命が男女とも全国平均を下回り、特に男性は全国ワースト10だったことが分かったのです。この事実に驚いた鶴田町はすぐに鶴の里健康長寿の町を宣言し、町挙げての健康づくり運動に取り掛かります。平成14年、小中学生を対象に食生活状況調査を行ったところ、なんと1割以上の子どもが朝食を食べていなく、また夜更かしする子どもたちも多数いることが分かりました。町民の健康を守るためには正しい食生活習慣を身につけることが何よりも大切だと気づき、町の食育基本法ともいうべき朝ごはん条例を平成16年4月に制定施行します。朝ごはん条例はご飯を中心とした食生活の改善、早寝早起き運動の推進、安全安心な農産物の供給、地産地消の推進、食育推進の強化、米文化の継承の6つの基本方針から成り立ちます。朝の5時45分、寝ぼけ眼をこすり起きる子どもたち。子どもたちが公民館に寝泊まりして学校に通う5泊6日の通学合宿、にぎりまんま塾が行われています。にぎりまんま塾の朝は朝ごはんを作るところから始まります。美味しそうにご飯を食べる子どもたち。参加しているのは鶴田町の6つの小学校の5、6年生たち。男の子6人、女の子24人の合計30人が公民館で共同生活を送っています。まずは親から離れて5泊6日の自分の自立した生活をするということ、仲間と一緒にたくさんの活動や体験や学習をして自分を大きく成長させるということ、それを支えてくれる大人のありがたさというんでしょうか、関わりの大切さを自分なりに理解してもらえればということで、
朝ごはんが終わったら学校へ出発です。元気いっぱい、それぞれの学校へと向かっていきます。朝ごはん条例によって学校給食も変わりました。まず小中学校のすべてのクラスに保温ジャーを配置しました。ご飯を引くたびにもじゃないかということで、保温ジャーによる、ご飯を提供してございます。でそれまではそのパックご飯といいまして、あのパックの透明のパック状態にご飯を詰めて、冬場になると、暖かくない水滴がたまる美味しさに欠けるんですね。おいしいご飯、何物にも代え難いごちそうですね。さらに毎年10月から3月までリンゴが毎日ついてきます。皮付きのリンゴをおいしそうに頬張る子どもたち。地元で採れた農産物を地元で消費する地産地消を推進することも朝ごはん条例の重要な要素です。学校給食に安心安全な地元の食材を提供したいという農家たちが自主的に結成した学校給食応援隊。このキュウリっていうのは給食用の、給食用に、はい。そのメンバーの一人田沢さんはこれまでキュウリ、トマト、大根、ピーマンなどを学校給食に提供してきました。トモムシの葉っぱとかもたまについだり、病気もたまについだりするんだけども、なるべく薬は控えて。いや、自分の孫も5人、6人全部学校に入って、小学校、中学校に入ってますもんね。今日は田沢さんの畑に近所の小学校の2年生たちが大根の手入れ作業にやってきました。去年もあの給食にみんなの作った大根が使われましたよね、学校給食に。今日の手入れで大きないい大根取れるか取れないか決まりますので、ちゃんと1本必ず残してくださいよ。この周りのちっちゃいのを抜いて1本だけ残します。葉っぱってどうするの？落ち着いてる。小さいやつは隣を押さえてね。5個にしかないわ。でっかいやつが成長して11月頃に食べれる、でっかくなって食べれるようになるの。だから楽しみ。だから楽しみで。ありがとうございました。こうして楽しみながら農作業を実体験し、自分たちが口にする食べ物への理解と愛情を育むことも大切な食育です。